はい、こんにちは。では、再びですね、この明治以降の近代化の中で、独創的な思想が生まれた。その中に前回やったような西田幾多郎の禅の思想であったり、和辻哲郎の風土であったりするものがあるんですけど、今回は民俗学について触れていきたいと思います。先にも話しましたが、当時の明治以来以降ですけど、西洋文化が流入してきて生活様式が激減していきますね。で、日本の伝統文化が失われていく、そういったものはもう明治の頃からも起きていて、反省がなされるようになります。で、その後大正から昭和にかけて、今から出てくる柳田国男であったり、折口信夫、彼らが民俗学というものを提唱します。民俗学とは、日本の伝統的な生活様式や習俗、伝統、伝承、年中行事などを掘り起こし、その意義を再発見する学問。ということで、まさに、我々庶民とか、一般人の生活の中に学問として思想的位置づけがあるのではないかっていうふうな考え方です。さあ、見ていくわけなんですけれども、まず一人目が柳田国男、日本民俗学の創始者です。柳田国男です。日本民俗学を創始した、ね、この物語とか桃太郎の話とかで言うんですけれども、彼が言ったのは、まず一般人にこそ、先ほどからの話、普通の農民、村落にいる普通の農民こそ、ね、農民にこそ民族としての学問があるのではないか。ですから、この普通の農民に名前つけます。普通の農民のことを常民と言います。常民、常民というふうに呼び、常民たちの風習などから学問的価値を見出そうとします。センターで出たセリフとしてあるのはこちらですね。日本の文化の基礎は農民などの民衆によって形成されてきたのであるから、日本の文化を理解するためには民間伝承や習俗の研究を通じて、そうした民衆の生活文化に迫っていかなければならない。まあ、確かに日本を例に挙げても、例えば平安時代は貴族で、鎌倉、室町、江戸なんかは、武士たちが幕府作って、で我々も徳川家康とかね、引いてはこう藤原の道長みたいな有名な人物の名前を覚えてるんです、して、ですけれども、ただ 99% 以上は一般人ですからね。彼らがどういう歴史を作ってきたか、それらに対してどういう思想や学問があるかっていう考えって大事かなっていうところです。その中の一つにあるのが、我々のソレイ信仰ってやつです。ソレイ信仰、簡単です。よく言うじゃないですか、ご先祖様ってやつですね。ご先祖様、血のつながっている、すでに亡くなられた、一族の、ね、先輩諸先輩方に対して、直系の存続ですよね、存続に対してご先祖様というふうな言い方しますよね。で、この先祖という考え方、これがもうすでに大正とか昭和とか戦後でもうね、なくなっていくことっていうのが考えられていて、危惧してね、でそれを研究し始めた。風習ってどんどんなくなっていきますからね。そんな難しくないですよ。なんかお祭りとか年々減っていくじゃないですか。まあ、そういったところでまさにいいんですよ。ね、なんか今年はちょっともうお墓参りはとかね、そういったところですよ。そうやってなくなっていっちゃうんですよね。だからこそ研究として残しておく必要があるっていうところです。で、彼が言ったのが、日本の生活様式の根底にある亡くなった祖先を霊として崇拝する信仰とされる祖霊信仰、
で、これもセンター出てるんですけど、死者の霊魂は村落周辺の小高い丘や森にとどまり、一定期間を経て神になる。それ、祖先を霊として信仰する、崇拝するんですよね。まあ、まさにご先祖様という言い方であったり、帰ってくる時期もあるんだよね。それがお盆なんでしょ。お盆とか彼岸みたいなものですよね。さらに亡くなった後もちょこちょこ帰ってきますから、例えば亡くなった後初七日、四十九日、ね、であとなんか三回忌とか言うじゃないですか。こう年に一回帰ってきてくれたりするんですよ。こういう発想があったりするんでね。そういったところを柳田国男というのは祖霊信仰論として研究したわけでございます。この民族学の展開なんですけど、次にこの人物によってもまた発展していくわけでございます。それが折口信夫。信夫と書いて信夫なんでね、よろしくお願いいたします。折口信夫です。国文学者なんですけども、彼も民族学というものを提唱する。彼が言ったのは、村落の外部から訪れる来訪神まれびと。面白いですよ。まず世界観を二分化して考えるんですけれども、こうやって考えます。常世、はい、そして常世からやってくるのがまれびと。どこにやってくるのかっていうと、これが我々が生きている世界、現世と書いて今回は移し世です。我々ここで生きているんですよね。で、柳田の時と違うのは、柳田の時はそれっていうところに、ご先祖様に着眼点が置かれてるんですけれども、折口になってからまれびとっていう、もはやそれがいわゆる来訪神という考え方、人々に幸福を与える時にやってくる神様として考えます。ですからこういう記述になります。神は海の方にあると考えられた創造上の秘境、これが常世です。常世から、定期的に村落を訪れる、これが移し世で、人々に幸福を与えて去っていく、帰っていく、はい、ですからその辺が柳田と違ってそれに着眼点を置いているのではなく、人々と神との交流を通じて文芸や芸能が発生したと考える。古代日本人の神聖に奥深く分け入る方法によって、まれびととしての神と人々の交流を理論した。このような言い方をします。よろしいでしょうか。ですね。有名な具体例を挙げると、皆さんも知っているように、ナマハゲですね。ナマハゲ。秋田県ですね。ナマハゲ。有名ですよね。こんなやつですよね。すごく怖いんですけれども、ナマハゲは鬼じゃなくて神様です。来訪神です。ナマハゲ来訪神で、ナマハゲってどうしても皆さんなんとなくこう正月にやってくるんですよ。だからこう定期的にやってくる正月で、で正月にナマハゲやってくるんですよ。今回僕はね、例えばナマハゲなんですよね。ナマハゲやってきて所からやってきます。で、よく言うんですよね、現世で。悪い子はいねえかって。まあ、悪い子に大体なってるんですけど、悪い子はいねえかって。ね。で、だから、で、ついついメディアの報道も、今年も生ハゲがとか言って、お正月にやってきて、子供たちワンワン泣いてますから、なんかすごい怖いのかなって思うんですけど、神様です。で、しかも、去っていくときには、ここはあまり放映されないんですけれども、さて、君は最後、元気でいろよ、いいこと言ってくるんですよね。ついつい最初にやってくる悪い子は稲川のイメージがすごく強すぎて鬼っぽく思ってるんですけど、ナマハゲっていうのはそもそも常世からやってくる来訪神です。で、移し世にこう定期的に会って幸福を与えてるっていう風な発想があるんですよね。
ですから、このような形で、折口信夫というのは柳田の時のソ連の信仰とはまた違った形で神様に人々が定期的に会うというふうな発想でものを説いています。民俗学というのを発展させております。他にはこの人物残り簡単に触れていきますが、柳宗悦、柳宗悦ですね。柳宗悦は民芸キーワードですね。柳宗悦はキーワードは民芸です。民芸、名もなき職人の熟練した手仕事によって作られた日用品の中に固有の実用的な美しさがあったと考え、それを民芸と名付けて各地の民芸品の収集や再発見を目的とした民芸運動を展開した。他にも朝鮮の工芸品、朝鮮芸術にも同様の価値を見出して高い評価を与え、朝鮮民族への敬愛。このようなセリフがセンターで言ったことがあります。要するにこれまた名だたる芸術家はもういるわけですよね。元から昔から名だたる芸術家は多くて、まあこういわゆる何でもいい葛飾北斎しかり、日本でもさまざまな芸術家っていうのがいるわけであって、で時代とともにいろいろおられるわけなんですけれども、そうではなくて名も知れる一般人の中にある芸術家で、彼が最初に言ったのが、木敷物、当時僧侶が彫っていた木敷物っていうんですけれども、僧侶が一本の木を、こう一本の木から彫っていた、こう名も知れる僧侶が残していった作品、これに芸術性を見出したそうです。これ、まあ、分かるように一本のこう 木を取ってきてそれを削って作った木敷物っていうんですけど、こういった、僧侶たちが作ったものに対して民芸という芸術性を見出し、だから別に誰が作ったか分かんないんですよ。でも、こういったもの、文化風習っていうものこそが芸術であるっていうような見方をしています。民芸ですね。で柳宗悦、民芸よろしくお願いいたします。次に、水方熊楠が出てきます。水方熊楠、水方熊楠ですね。あ、タイム字が出ました、すみません。水方熊楠です。彼は民族学者で、彼はね、生物学などの知識があって独自の民族学研究を行っています。明治時代に神社合祀って言って、風習に合わない神社が破壊されている時期があったんですけれども、多くの神社や鎮守の森が破壊された際には森林の保護を主張した、現代の森林保護活動の先駆的存在です。でこのセリフセンターで出てまして、明治政府によって神社合祀令が出された時には、古い社や鎮守の森が破壊されるとして反対運動を起こした。鎮守の森は人々の信仰心や共同性を育むものとして必要であるとともに生態学の研究の対象としても重要であると主張した。鎮守の森っていう発想がありまして、これはイラスト、画像で見ると分かりやすいんですけれども、それぞれの地域に社があって神様が存在しているから、そのところだけは、そのままの状態で原始からある状態で放置するという風習が今にはあります。これ分かりやすいので、周り中田んぼになってるんですけど、社があるところだけは、昔の木が残ってるんですよね。だから、かねてからの生態系も当然そこに残されてるわけですから、生態系研究でも必要不可欠であるし、同時に神々が宿っている大事な森であるから、そんな簡単に壊すなよっていう発想です。あとはね、伊波富裕、まあ、民族学者で沖縄学の父なんていう人物も存在します。このように、民族学、柳田国夫と折口信夫を中心にお話しさせていただきました。まあ、このね、日本独自の思想というか日本の中にある、民たちの、風習なんかから、考え出された学問なので理解しておいてください。そして最後になりますが、現代日本の思想に触れて終わりといたします。
これね、1年前のセンター出たんですよね、あの小林秀雄です。まあ、だからまあね、2022年はなかなか出ないかなと思うんですけれども、小林秀雄、明治以降の日本において思想や理論がその時々の意匠になる。まあ、この意匠という言葉で出てきてくれますわ。意匠になる、意匠として扱われていることを批判した。批評という独自のスタイルでの文筆活動を展開した人物で有名です。まあ、思想とか理論っていうのはもともと思想家が自らの、ね、人生をかけて作ったものなんだけれども、それがこう意匠とはこう工夫を凝らすこと、ね、当時、こんな風に考えてそれが世の中にこうだったんだよっていう風に単純にね、その後の、批評家や理論家によって扱われていることを批判したような、形です。次にですけれども、こちら丸山正夫、はい、字がすいません、こうですね、はい、丸山正夫です。超国家主義を生み出した日本の精神的風土を、分析した。まあ、日本人分析です。日本人というのが自己の信条に基づき責任を持って行動するような主体っていうのが育まれない。非常に簡単な話です。日本というのがやはりその空気を読む、先ほどもね前回もありましたけれども、昔から場の空気をついつい読んでしまう、空気ってやつで、さらにはそこに、国家主義的な尊王的な解釈があって、国民が自己の市場を捨てて上の者に仕えることがよし。例えばこう言葉で挙げてみると、一蓮托生とかこういった言葉があって、もううまくいこうが、要するに生きようが死のうがもうあなたについていきますっていう、こう封建制の名残ですよね。こういう発想があって、ただ逆にそれはどうなのか、自分の意見も持たぬままただただ上の者についていく、主体性を持って現実に関わることのない無責任の体験だよと言っている。だから戦後の敗戦を通じて彼が言ったのは、他者を他者として理解し、また自分の中に、救う、偏見に常に反省の目を向けることのできる、自主独立の精神を持つ子を確立しなければならないという、自由な主体的意識に目覚めた子の確立が戦後は必要になるよっていうふうな言い方をしたのがこの丸山正夫です。そして彼も最近出ましたけれども、押さえておくといいですね、坂口安吾、堕落論です。坂口安吾の堕落論ですね。はい、堕落論ですけれども、一世を風靡したブライマと呼ばれた男がこの坂口安吾なんですけど、人間の本来姿に戻ることを堕落と呼び、偽り飾ることのないただの人間になるべきだと主張。これ面白いんですよ、堕落って。堕落ってついつい聞くと諦めた状態とか、もう叶わぬものに対してどうでもよくなった状態なんかを指しちゃうんですけれども、ここで言う堕落って違うんですよね。戦前戦後で考えるんですよ。第二次世界大戦中、例えばもう君主天皇に仕えていた、ね、そういったまさに日本兵がいたとしましょう。ただ戦争に負けたらそれまでなんですよ。天皇が、いわゆる、玉音放送を流して、戦争に負けましたと気づけば、天皇は、ね、全体的な神から象徴になったよね、 GHQ のもとに。で、彼が堕落という例で挙げたのが、まあ、例えば2つ挙げてみますと、はい、ね、現在は主君を変えて生きている存在、それは働かなならんからね、会社に会社という、ね、ものができ始めてるから会社の社長がもう主君に変わりますよ、とか、もっとひどい立場だと、当時闇市流行ってたんでね、闇市に生きる存在で、これらの存在を坂口安吾は堕落と呼んだ。
ただこれは否定してるわけなんじゃないんですよね。この主君を変えて新たに生きている、闇市に生きる必死なんですよ。でこれはつまり暗号に言わせてみればこういうことです。生きているから落ちているに過ぎないんですよね。つまりかつての間違った姿ではなくて、現状の生きるために必死に落ちきった姿こそは、逆に言うならば生きている証であり、ここからもう新しい道を進みなさいっていうのが彼の堕落論なんです。坂口安吾の堕落論は大変短いので読みやすいので、一度読んでみてもいいと思いますね。なかなかこの発想の仕方が面白い、ね、こうだからこう戦後間もない頃にこの非常に一世を風靡したというふうに言われております。で、加藤周一、まあ、これ雑誌の文化、日本文化は雑誌の文化、そして、これまた、最近出題されたんですけれども、吉本貴明、はい、これは国家とは共同の幻想であると説き、個人の自立を掲げた。彼は、国家や社会組織の本質を解き直す共同幻想論というものを伝えております。共同の幻想って何だろうって言われた時に、例えば僕たちは日本人なんですけど、ただこの国で生活してるから日本人なのかではなくて、こう古来からの、要するに古来からの先祖が脈々と受け継いでこう我々を発展させてこの地が存在しているし、例えばそれぞれがそれぞれの故郷みたいなものってありますよね。故郷の存在で、このような脈々と受け継がれた立場から、こう本質的に日本人および日本という国家が一つであるっていうものを妄信してしまっている幻想があるよっていう入り方をします。ただそうしてしまうと、国家というものは、戦前あったような超国家主義が訪れてしまったりだとか、現状っていうものに対する違和感を持たなくなったりするので、改めて世の中を見つめる際には、個人が自立した思想が必要だよ、個人が自立した思想が、必要であるというふうな展開をしています。まあ、これは個人の幻想という言い方を彼はしてるんですけどね、共同の幻想とに対して個人の幻想が必要だよっていうふうな言い方をしています。なのでこれ、数年前にセンターで出たセリフなんですけれども、共同幻想論を表すとともに大衆の生活に根ざす自立の思想での確立を目指したっていうふうな言い方をしております。はい、ということで、現代日本の思想は、以上でございます。まあ、こうして、ね、長々と日本の思想をやってきましたけれども、ぜひね、点数の差がつきやすいのが日本の思想なので、そのあたりをしっかり理解して、ね、ぜひ高得点を取れるよう頑張ってください。じゃあ以上でございます。